皆様こんにちは学学習院大学の秋田清美ですこの度中央教育審議会から出されました答申令和の日本型学校教育を担う教師の養成採用研修等の在り方について新たな教師の学びの姿の実現と多様な専門性を有する質の高い教職集団の 形成成の作成を担当する委員会に参加しておりました委員の一人として特に今回は教員養成に携わっておられる大学学部におられる教職課程ご担当の先生方にこの答申の中でも特に知っておいていただきたい点や趣旨について 簡単ではありますが、お話をさせていただきたいと存じます。なお、これはあくまでも個人的な言葉で語らせていただくものですので、えー、正確な文書は審議会まとめや概要版を読んでいただければというふうに考えております。日本は少子化・人口減少社会に向かい、教員志願者も 残念ながら減ってきていますまたデジタルトランスフォーメーションと呼ばれるように学校も社会も ICT 等の普及で急激に社会が変化してきていますその中でこれからの日本の教師の姿をどのように描いていくのかを委員会では議論しそのために 教員の養成・採用研修を一貫して捉えこれからに求められる教師の姿から学びを中心に据えて考えたのがこの答申になります今回その中でも養成の部分大学で教員養成を行っておられる教職課程に何が求められるのか ということについてお話をさせていただきたいと思います私自身も大学の教職課程の教壇に立っているもののま一人でございますこのウィズコロナの時代に教職課程で教育活動にご尽力をいただいております皆様に敬意を表したいと思いますしその中で共に考えてまいりたいと思っているところでございます 本日は2点のことををお話をいたしますまず一つは令和の日本型学校教育を実現するための教職課程の在り方についてですそして次に2点目として答申を踏まえた教職課程の充実学生指導についてお話をさせていただきます。 それぞれについて、えー、ポイントを三点のことをお話をさせていただきたいと思いますまず一、えー、つ目の令和の日本型学校教育を実現するための教職課程のあり方ですその中のまず第一点目ですご存知のように新学習指導要領の工事後にコロナ禍に見舞われましてその中で 令和の日本型学校教育の構築を目指して全ての子どもたちの可能性を引き出す個別最適な学びと共同的な学びの実現が令和のの年4月に出されました個別最適な学びと共同的な学学びびと的充実を通じて主体的対話的で深い学びを実現することは 児童生徒の学びのみならず教師の学びにも求められることであるというふうに私どもは考えてこの報告書を貫く考え方としております。つまり教師の学びの姿も子どもたちの学びと相似形つまりすなわち同じ形の構造であるということであります。子どもが 個別最適で共同的な学び、主体的で対話的で深い学びができるためにはですね先生方教師自らの学びもまた主体的対話的で深い学びの経験に裏打ちされて先生方自らの経験をくぐった学びであるということが大事になります。教師としての、 食の成長は養成段階からすで,に始まっています,ですから大学において基礎的基盤的な学習を担う教職課程での学生の学びにおいてもこのような学びの姿を目指すことが必要であります。 そして令和の日本型学校教育を担う教師にふさわしい資質能力を育むことが大事になってきているということであります二点目ですけれどもこれは一点目と関係いたしますけれども特に養成段階においても新たな教師教職志望者の学びの姿を実現する際の 視点としてですね、理論と実践の王冠が大切ということであります理論と実践の王冠というのは教職大学院において同制度の導入以来その中核的な理念となってきていますこれを学部の養成の段階含め理論と実践の王冠し自らの行為の中で また行為を通して振り返る政策の力というのを通して学びを実現する教育というものが求められていますそこで当然のことながら理論と実践というのが二項対立というようなものではないわけです養成段階でも教育に関わるさまざまな理論を学びながら自らも 演習習やインンターンシップ実習模擬授業などの実践を振り返りそれを相互に関連づけることで納得やそれから確信を得ていく過程 ということが大事になります自らの教育に関わる理論をこう深く学びながらですね、実践に生かしていくことあるいはその実践を通してまた自分の学んだ理論をさらにこう深く理解を深めていくというような王冠のサイクルということがまあ大事になるわけですそして3点目になりますが教職を目指す 学生さんの中にはキャリア・形成の一環として留学をするとか教職以外の資格の取得を目指す方もおられますまた編入学や転入学しそれから教職を目指す学生も数多くいます現職の教師の中にも大学に再度入学して 他校種の免許状や上位の免許状、それから多教科等の免許状を取得を目指すというような方もおられます。こうした状況を踏まえまして、教職課程について多様な教職の志望者に対応できるような柔軟さを高めていくということが必要になります。そして、 それらは各大学がですね履修学生の状況を把握しその学生さんのニーズに応じたふさわしい形を考えていくということが求められるというふうになってきているということであります。それではは続きまししてて番目として今度は この答申を踏まえた教職課程の充実や学生指導ということについてお話をしたいと思いますここでも3点のポイントをお話ししたいと思います第1点目です令和4年8月31日に改正されました指針で示された教師に 共通に求められる資質能力を踏まえ各大学においては自己点検評価の中でこうした資質能力が身につけられるようなものに実際になっているかっていうことを確認しその成果をもとに教育課程の改革や改善を行っていくというような PDCA のサイクルをですね、形だけでなくて本当に真に意味ある形で行っていくというようなことが必要ではないかと議論しているところでございます。改めてまあ、申し上げるまでもないことなんですけれども、今お話した今回共通に求められる資質能力という 1>, ものの点ですね、1点目が教職に必要な素養2つ目に学習指導3つ目に生徒指導4つ目に特別な配慮や支援を必要とする子どもへの対応そして最後に5つ目が ICT や情報教育データの利活用ということです。 なおあの大事なことはですねこの5つの科目に関わる授業の担当者だけが工夫すればいいということではありません。教職に必要な素養を4年間の中でですね教養科目やそれから教職課程で育てていく。 ということが基礎として必要であります。そして科目担当者間で相互にこれからの教師のあり方をこう共通にですね理解してそのイメージや姿を共有しておくということがとても大事なことです。難しいことなんですけれどもこの教職課程を担う。 教員間で共通の理解やイメージを共有するということが必要ですそして第2点目ですギガスクール構想など学校現場においてさまざまな取り組みが進められています先ほどお話をしましたように令和の日本型学校教育の実現に向けてではですね学部段階での要請も含め 理論と実践の横寒させていく生策力による学びを実現するというようなことによって学生の授業観学習観の転換を図ることが必要であるというような視点を持っていますこの視点から投資において教育実習等のあり方も見直すという提言をしております 学生自身は小学校から高校までおよそ約1万1,000から1万2,000時間ぐらいさまざまな先生方の姿を生徒として見てきているわけであります。 それによって教職に憧れて先生を志望するという人がいることはとてもあの大事なことでありますしかしながら時代によって授業の方法や授業で使用するメディアや道具もどんどん変わってきているわけですから自分で受けてきた授業のイメージからこれから の授業間や学習間へと転換するということが必要になっているわけです。学習として知識や技能を伝達する、伝える。 それを記憶し正しく再生していくというような勉強も大事ですがそれだけではなく自ら問いを持って課題を仲間とともに共同し探求していくそして自分たちで知識や知を生成していく学びが特定の一つの回だけではないこれからの社会の学びとして大事になります教えることティーチングは トークチョークジョークと言われた時代もあるわけですけれどもこれからはですね教えることは子どもたちの声を聞くリッスンですね聞くことまた学ぶことというのは子どもたちが自らの学びを語りたくなったり表現したくなっていくようなそういう教材や学び方をですね保証するという。 それによって子どもたちが学ぶことが面白い分かる納得できたというように感じ自らの学びのペースや方法を生かして学び合い探究するような。 授業や学習へと変わっていくそういう授業への学習観や授業観というものが必要になっていくわけでありますですので自分のこれまでの授業観学習観をさらにこう更新していくっていうことが大事になるわけですね。 教育実習や学校体験活動等の学校現場に入る経験は学生の教職志望や資質能力の向上に立ってもう大変重要な機会です。 学生さんたちがこのような体験の前と後とでもう大きく変わり成長し育っていくということをまあ教職課程のですねご担当の先生方は皆さんよくご存知のことと思います。私もそうした経験でとってもこう嬉ししくなったりしますですので事前事後を一層こう充実するということはもとより 養成段階の早期から継続的に学校等のフィールドに入るというような実施の時期であるとかそれからあり方について検討していただくとか工夫するということもまたあの重要であると考えられますそしてまあ第3にですね答申において示されておりますように大学生のうちに 強みや専門性を身につけるということもこれからのですね教師にさらに期待されているところであります。例えばですねデータ活用とかそれからスチーム教育とか障害児の発達支援。 日本語指導心理や福祉社会教育や語学力やグローバルな感覚などもそこに含まれるのではないかと思います子どもたちが多様になってきていますからその多様性に合う教育を担える教師ということが求められるわけです 他の資格の取得、留学などを選択するものもいる一方で、実際にはですね、その教職課程と専門の両立ができず、教職課程の履修を断念する人もいるということも分かってきているわけです。それが1、2年次段階で生じています。教職課程のカリキュラムオーバーロードです。教職課程とのですね、両立について。 実際の学生の声に耳を傾けていただき多様な履修のモデルについて各大学がですね特徴を生かしながら検討を行うということが求められるのではないかと考えております。社会の変化や 技術に対応し、教師としての資質能力を継続的に高めていく学び続けるっていうことが求められる中で教員養成の大学や学部教職大学院においても多様な教職員集団の中核となる高度な専門職としての教師を養成するということが期待されています。 教員養成大学学部教職大学院の高度化機能の強化がま求められています。そして、そのような政策に向かっています。それは、各教員養成に携わる大学や大学院の在り方の創意工夫の具体的なですね。創造的な事例を私たちが学ばせていただきながら、その。 共有とを図っていくことによって可能になっていくのではないかと考えております最後になりますけれども教員養成はその重要性はまあ一層増大している増していると考えられますさまざまな仕事が AI 人工知能にとって代わられる中でも人を育てる教師の仕事だけは不滅なわけです教師については死亡者も多様化してきています また一人一人の教師が自らのキャリア形成をこう見通してです、ね、自己実現を図っていくような学び続ける高度な専門職としての見識を得るそういう学びの機会が保障されることが必要でありますしまた同時に子どもだけではなく教師のウェルビーイングというような働き方の問題もまあ検討が必要であります。 男女共にです、ね、教師のライフサイクルの変化を踏まえていくことが大事だと考えているところですいわゆる単線型の職能開発のモデルから多様なキャリア形成の伏線経路を考えていくことにもそれがつながっていくのではないかそれがいろいろな教師の良さを生かしていくことにつながると思います。そして それは教師は社会の礎を築く人を育てる仕事であるからこそ安定的に人材として確保が求められるという社会的なニーズという側面が強いわけです。教職課程においては、 学生とのコミュニケーションこれまでも先生方やってこられたことですがコミュニケーションを密にとりそして教師の養成の重要さが一層増す中でですね教師については志望者の多様化やそれから教師のライフスタイルの変化を踏まえた育成と安定的な確保が求められていると考えられます。教職過程においては 学生のコミュニケーションを大切にし教育委員会も連携をしながら各大学の強みですね卓越性を生かした教職課程の充実を図っていくことがこれから必要だと考えておりますジョン・ドゥイのの言葉にもし私たちが昨日教えたように明日の生徒を教えたならば私たちは 生徒の未来を奪うことになるだろうという言葉がございますがこれは大学の教職課程にも当てはまるのではないかというふうに考えられます私たちは明日の教師未来の教師を育てるために教職課程のま日々な多忙の中でもですね未来の教育をともに考え新たな 教師の学びの姿の具体を共に求め共に各大学でですね素晴らしさかけがえのなさを生かした知恵を編み出しながらお互いに各大学がですね互恵的に大学の中でも大学間でも学び合いながら大学を超えたネットワークを一緒に作っていきそして教員養成の知恵を共有しながら 教員養成のこれからを考えてていきたいと思っておりますまさにより良いですね教員営者の在り方制度やカリキュラム事業の一層の充実の在り方をですね一緒に皆様と共に模索していきたいというふうに 願っておりますその基礎になるのがこの答申でありますぜひこれを共有しこれからの教職課程について一緒に語り合っていきたいと願っておりますご清聴ありがとうございます